今日はパクチーとコリアンダーをちょっと動物たちにあげておこうかなと思います、今日はパクチー買ってきました、実はパクチーとコリアンダー、呼び名が違うだけで同じ植物らしいんですけど、本当にドッキリというかね、軽く罠を仕掛けて行ってみたいと思います。試し食べる？ちょっとちょっといただきます、いや、ちょこっとじゃねえじゃん。どう？いや、コリアンダー。ちょっとコリアンダーの方がマイルドらしい。わからんあ、人気だね。すごい好きじゃん。美味しかった？声が小さい。多分声拾えてない。あ、じゃあパクチー。あ、じゃあパクチー。パクチーどう？パクチー。これパクチーです。パクチーです。パクチーです。全然。人気。人気ね。ヤサリンは？あ、いらないと、ほら。別にいらないの？あ、いらないって言った。いらないんだ。なんか最近分かってきた。やはりなんかちょっとあれだね、いろいろ与えられすぎて好き嫌いするようになった、ね、モルたちは好き嫌いしないから、モルたち偉いね。これやんだろ。絶対いらないって言って。あ、食べた食べた。あ、いけるって言ったじゃん。ん、いや、でもやっぱいらないっす。あ、いらない。あたりーとダメ。よし。かわいい。すごいな。どんな味覚なんだろう。いい感じですかね。どうだこれよ。ちょっとキャサリンパクチーいけるってことになる。キャサリンパクチー。もうパクチーならいけんじゃないの、キャサリン。お、すごい。あれ？これパクチーだ。いけんの？あれ？どうした？お、やっぱやった。はい。これコリアンダー。来たけどさ、え、食べんの？もう食べたじゃん。おお。ああ。本当に？やられた。やられたよ。キャサリン慣れた。ちょっと抵抗あるみたいですね。あ、そうなんだ。今のの当たり方があれだな。もう少し近づかないかな。はいはい。キャサリン大変だな。これパクチー。来た。ピーちゃん。まあピーちゃん食べないし。ほら。来た。興味ある？ピーちゃん。え？食べる？お、食べてる。珍しい。ピーちゃん食べるんだ。一番意外だし。見られて。あら。あら。うん。あと、チンチロでもあげてみる？あ、ほんと。ごめんよ、ちょっと鳩にあげるから。手で持ってくれるかな。止まった。嗅いだことない香りだろうかね。もう食べたね。うん、食べる食べる。よく分からんけど好きだったんじゃないかな。そのテンションが高いようには見えなかった。じゃあ結局盛るか。すごい大人気。あの動物
たちにコリアンダーとパクチーをあげたら、お口の中がコリアンダーです。はい、以上です。食いすぎました、コリアンダー。一生食べないと。じゃあ続いては園内編です。次は咲田くんと一緒にあげていこうかなと思います。どう、食べたい？肌飯食えるんだったら。じゃあ持ってきました。はい。あれ、なんで食うもんなんすか。なんかいい人来た。お腹すいた？おすそ分けあるよ。せーの。あー、くせが強い。おいしい、おいしい。あということで、カピバラにもあげていきたいと思います。人間でも気持ち良かったけど、あ、出してますよ。出すの？こっちは。あ、そっち食べるんだ。そっち食べる。あれ、食べてるじゃん。ほら、あれ？あれ？あれ、出してる、出してる、出してる。すごいね、葉っぱだけ。今一瞬止まったな。あ、お客さんの前にいた。見つけた。あっちのが美味しい。プロに食べますよ、ね。食べるね。食べますね。うん、お、もこちゃんグイグイやん。グイグイ食べますね。どうぞ。はい。すごい。口が出とって。ヤギにあげてくよ、もこちゃん。おお、もこちゃん、ほら、くれくれって。好きなんやろ。おー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 、めっちゃ来るじゃん。そうだね。うん、おー、俺初めて見たよ、あんなグイグイ来るモコちゃん。おお、すっげえ、めっちゃ来るじゃんモコちゃん。美味しいね。美味しかったモコちゃん。俺の指や、モコちゃん。ああ、もう今日晩飯抜けて大丈夫だな。結論、動物はみんな好きで、結果分かったのは動物たちが可愛い。ああ、可愛い。子たちは可愛いです。はい、もうちょっとあのこの点の企画ではもう僕を呼ばないでほしいですね。いや、次は、うん、何が好きなの？ポテチですね。いや、誰もあげれねえわ。来たのおやつの時間。絶対重要ないっす。パクチーを。パクチー。